こんにちは、大ちゃん先生です。今日はね、なんと大阪に来て、新大阪の近くですね、辻陽子さん、日本霊気協会の会長さんのですね、辻陽子さんとお話しさせてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、陽子さんとはもうかれこれ6年前からですね、ね、親友って思ってますけど、ね、いいですか？いいですか？本当にこう一緒に同じ方向に向かってやっていく、うん、それぞれ別のジャンルですけど目指してるところは同じでね、そうですね、やっています。同志みたいな感じかな、はい、ね、ですね、うん、でそれぞれに得て増えてがあるので、いやー、陽子さんこんだけこうね力ありながらね、なんか日を、ね、自分がビビってるとか言いながら、ものすごくこうパワーの大きな方で、そしてもすごくこう尊敬されてる、尊敬してるね、すごいお方で、うわ、そこめすぎです、ね、もじもじくんがそうそう、もじもじくんと言いながら、本当にこういろんな方々を癒したり、こう病気をですね良い状態に持っていったりということをされています。で今回は陽子さんと願いを叶えていくと、願いが叶うっていうのはどんな状態になっていくとどんどんいくかなということで、で、陽子さんもね、今回のコロナ禍において、お仕事がね、こう、しぼむかなと思いきや、すごくこう、いい状態、ありがたい状態がすごくこう、進んでいると、そのところね、そういう思いで。そうですよね。ね、うんうん、そうですね、うん、まさに今日のテーマは、うん、大ちゃん先生が何冊か本出されてる、うん、それにも出てくるようなね、こう、願いが叶う仕組みと、量子力学。うんうんうん、で、まあ、私は霊気というね、気候療術、うんうん、の、ね、スクールやってるんですけどね、はい、結構大ちゃん先生が言ってる理論と、うんうん、霊気の理論がめちゃ似通ってるなと私は個人的には感じていて、うん、で、まあ、その辺も交えながらの対談、うんうん、やっぱね、大ちゃん先生は渡りに船っていうのを、ね、よく使ってるでしょ、うんうんうん、わかりやすい言い方だと引き寄せの法則？そうですね。うん、まあ、シンクロニシティとか、うんね、霊気ではね、円滑現象、スムーズっていう円滑、円滑に行く、うんうんうん。だから、かなり渡りに船と近いと思います、うんうんうん。って言ってたりするんですけど。うん、じゃあ一緒だね。そうなんですよ、ね。これがね、めっちゃ増えるんですよ。うん、へー、もちろん私だけじゃなく、受講生さん、めっちゃ増える。なるほど。で、やっぱその願いが叶っていくのが、本当に渡りに船です。引き寄せたるわっていう感じじゃなく、こうなったらいいのに、うわ、なった、みたいな、この、まさに、今船が来てくれたらいいのに、来た、みたいな感じの。まさにね、そうですね。それってどういう意識状態というか、霊気をするとそうなるのはなぜなんですか？うん、そこが大ちゃん先生が開花セミナーで教えてる理屈と非常に合うなと思ってるんだけれども、要はね、自分が発信する、この周波数、振動数をコントロールしていくような技法です。なるほどね。で、まあ、霊気知らない人にそんな長々な説明は今日はしないけれども、宗教とか教えとかではないんですよ。だから信じる信じないのものではない。あとはね、超能力的な特別なもんでもないんです。ただ、ちょっとコツつかむまでに練習は必要ですけども、あと、その、アチューメントっていうね、ことをね、受けに来てもらうとなるんですか、会場にね。まあ、その辺もね、こう話し出すと長くなって、割愛するんですけど。ね、詳細は、この関連動画のところに、陽子さんのチャンネルのところに、さっきね、喋った内容ね、霊気とは何たるやとか、それ、素粒子で見てたらどうなのかっていうのを話し載せてるので、そちらをね、ご覧いただければですね。いえいえいえ。はい。ね、まあ、それで、結局だからね、何が言いたいかっていうと、この大ちゃん先生も、その人らしさ、が、うん、そうそうそう、ね、どんどん発信され、発揮され、ね、本質が開花していく、うんうん、っていうところをこうサポート してるじゃない、講座でね。うん、で、まさに、うちの霊気協会も、霊気と聞けば、知ってる人は、ヒーリングでしょ、気候療術でしょって思ってる人いるんですけど、ヒーリングはおまけみたいなもんでね、どっちかというとやっぱり本質、その人らしさがね、勝手に出てくるというか、ゴミが取れる、心のゴミは、大ちゃん先生のセミナー出た人も、ね、知ってるかな、雨雲みたいなそのトラウマであったりとか、自分でなかなか努力しても変えられない部分が、割とそろそろ落ちていって、で結果的にその都合のいい引き寄せがね、
嘘みたいな、うん、そう今回もですよ、うん、大ちゃん、私、うん、今ね自分の本を、うん、そうそうそう執筆中なんですよね、今年出版しようと思って、うん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 、で霊気を科学的に解説する、うん、で量子力学のことを書こうと思っても、うん、なかなか1ヶ月ぐらいね筆が進まなくて、うん、苦労しててね、うん、一昨日ですよ、うん、心の中で思いました、ああもう大ちゃん先生と電話でもいいし今すぐ通話できてそれを音声録音しといたら、うん、文字起こししたら原稿できるって言ってこんな都合のいいことを思ったら、うんうん、その10分後に大ちゃん先生が個別メッセージを送ってきて、陽子さん突然ですけど明後日関西行くから、うん、大阪まで行ったら会えますかみたいな、ね、しかも、まあ、YouTube の動画を撮りましょうよみたいな感じで、ね、うわそれ動画撮ったやつ文字起こししたねえ楽だよね、これですよね、渡りに船、うん、ねこれがね、うん、増えると正直人生が面白い、うん、そう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 、そうなんですよ、本当に想像を超えるご縁がどんどんつながってきてね、うんうん、そうですね、うん、ねでスルスルっと悩みも解決したりしません、うんうん、そうねっていうか悩みのない世界がある、うん、あるですよね、うん、ありますね、うん、それに移行する感じ、そう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 、って言ってもまた新たな悩み出てきますけど、なんかえマジなんでっていう風になるんだけど、でも必ずいい状態とかおかげでなんだろうなとかって自分の意識を上げてあげるとまた悩みじゃない世界にこう入るから、トラブルに見えそうな周波数が来たとしてもそこに落ち込まないで、自分がじゃあ次何自分だったら何ができるだろうとか、よりみんなのために何ができるだろうっていう意識でいると、うん、いつの間にかこっちの悩みじゃないいい状態、どん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 運ばれる世界に入るですね、うん、ですね、うん、なんかね、うん、そうなんですよ、うん、それを私はたまたま大ちゃん先生と出会う前から、二十数年前から霊気と出会って、うん、で自分の周波数を整えるっていうことを、うんうん、結果的にやってたんですよ、うん、その頃はそういうこと、うん、メカニズムわからないまま、うんうんうん、で整えて、うん、ああなったらいいな、こうなったらいいなと思うと、うん、嘘のようにスルスル本当に渡りに船、引き寄せが起こってくるので、あの引き寄せに関してはもう確信があります、うん、ね、あの素晴らしい、人によっては、うん、あんなのおまじないじゃない、うん、とか、うん、子供だましじゃないの、うん、とか、うん、あれでセミナーやって稼ぎたい人が言ってるだけじゃないのっていう人もいるかもしれないけど、あのいや、あの体験的に確信はありました、うん、ただ私は体験してるから確信持つっていうよりちょっとひねくれてて、うん、これを科学的に理解したかった、うん、ああなるほどね、ちゃんと再現性がなかったら法則って言えないから、うん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 、そうね、なんか理屈っぽく理解したかった、うんうん、なるほどね、大ちゃんのセミナー行ったんです、うん、ありがとうございますね、うん、なんか自分も信じなさいとかそういうもんだからっていうのはすっごい嫌で、まあ子供の頃そういうのが嫌だったというかのがあって、うん、なんとかしてこう科学的にね、うん、やりたいなっていうので、でこうなりたい、こうでありますようにっていう意識がそれぞれフォトンっていう周波数を出していて、で振動数が高い側をね霊気っていうことらしいんですけども、そのこうなりたい、こうだよな、今そういう状態だよなっていうイメージ意図をしてあげることがその周波数で呼び合うんだけど、まさにこの私が陽子さんに電話しますっていう、スマホで電話するっていう電話の周波数で陽子さんに私大ちゃんから電話が来たっていうのを引き寄せたっていうかっていうと、別にだって電話番号合ってるんだから繋ぐの当たり前じゃんみたいなことを私たちが日常的にやってるだけなんだよね。だからスマホを信じるのか信じないのか、すごい引き寄せって思うのかじゃなくて、当たり前みたいに私たちがね、自分を生かし最高振動数で存在すれば、そういう人たちと電話がつながり合うみたいにご縁がつながっていくから、うん、信じるものでもないし、この、まあ、周波数で引き寄せ合ってることなんですよね、うん、そこをあただありがたいな、うわ来た、今自分その状態なんだな、ありがたいなって言うと、どん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 こう、まあ、ある意味願いが叶っていくように周りから見るとそうなってるけど、周波数でそこがあるので、そこに自分がいつも意図してそこに存在するっていう形ですね。そうです ね、だからそのような状態になりたい人ってきっといっぱいいて、うん、で、うん、そこで興味持ってね、うん、今日のこの動画見てくださってる方も、うん、
きっと緩むじゃないですか。うんうん、そうすると、うん、例えばですけど、うんうん、うまくいかない人と、うん、それが今言って説明してくださった話が、ああ、そうだよねってなってる人と、うん、決定的な違いがあるとしたら何なんでしょうね。うん、その、まあ、私がめっちゃ、かつてめっちゃそうだったんですけど、目先のこととか、自分の生活のためとかって思って、例えば、本が売れたらいいなとかね、目先のことでとか、生活のためにもっと塾の生徒増やさなきゃとか、っていう生活をしなきゃいけないからっていう思いでやると、すごい苦しくて、ああ、またダメだったみたいな感じだったり、だから、意識レベルが自分だけとか、目先のことで、大きな、なんていうのかな、大善、大きな善、大善の側で、自分を生かしながら、世の中が良くなっていく、本来の。志ですね。あ、そう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 、志があって、うん、行動していく。例えば、塾を生徒たちが入んないと、うちが生活できないっていう意識じゃなく、生徒たち、子供たちが本来の自分の可能性を開いていって、で、学校ではうまくいかないかも、どん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 、この自分の本当のやりたい道に気づいて、突出した能力を出していく。そのために開花が存在する。そういう人たちだらけになることが、地球がいい状態になっていくとか、開花のセミナーも来てくださったお客様が、みんなが本来の振動数に気づき、愛感謝の状態で自分をね、の得意技を活かしていくっていう人たちだらけになることで、その人も幸せだし、っていうために仕事を瞬間瞬間瞬間させてもらって心を込めて行うと自然とこうありがたいことに生活のことを考えなくてもありがたい状態が経済がつながってくるのでそれを周りが見るとすごいまあ陽子さんもそうだしコロナ禍なのにこう上がっていくっていう状況が来るですねだから志の違いで意識がちゃんとミッションにのっとってやってるのかそうじゃなく目先こう自分が有名にならなきゃとか経済を稼がなきゃダメだっていう思いでやってた時は全くうまくいかずに苦しい状態でだったですね。だから、うまくいく人といかない人の違いは、目先の経済なのか、自分を生かす側なのかっていう違いですね。っていうのを私が感じて。ということは、うん、一行にまとめると、志があるかないか。あ、そうそうそうですね。まとめましたね。それでいいの？まとめましたね。そうですね。うん、私多分ね、うん、この大ちゃん先生の動画を見てる人は、うん、大ちゃん先生の本もおそらく読んでたり、うん、まあ本読んでなくても、メルマガとか、うんうん、ブログとかね、うん、まあこの YouTube の動画もきっと見ておられるから、うん、ここまでの話は、うん、いや、知ってます。うん、で、私はそれをやれてると思います。うん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 、なのに、私には、なんかその願う状況が来ない。っていう人きっと、ああ、なるほど、なるほど。いてると思う。なるほど、なるほど。フォトン、飛ばしてる意識のフォトンって、一粒、二粒、三粒ってもう、エネルギーで割り算すると粒が数えられるんですけど、うん、瞬間的にも、あの人ずるいとか、なんで私ばっかりとか、旦那さんのことをね、家族のこととか、友達のことを、瞬間的にでも思えばそれフォトン飛ばすので、そこで場を作るから、その世界が広がるので、もっと頑張んなきゃって思うと、頑張んなきゃって人たちだらけと繋がってギスギスしちゃうし、だから本当にこう、何か現象がうまくいかなかったら、うまくいかない周波数を周りから感じたら、自分がその周波数を出してるから場を作ってるので、だから瞬間の一粒でも出せば、それで磁石なので場をフィールドを作っちゃうから、うまくいかなかったら、何か自分がそれを出しちゃってる？なかなか手厳しいですね。行くみたいな。まあ、それは私がやってることではなく、周波数がやってることなので、ね。うん、そうですね。うん、そうすると、うん、私がやりがちなのが、うん、掃除をね、うん、あ、いいや適当でチャチャチャっとってやると、うん、いいや適当でっていう周波数を出すから、はい、何かお客さんの対応がいい加減できたり、この、買ったものが壊れてたりとかっていういい加減が返ってくる。そうすると、あ、お掃除をちゃちゃちゃっといい加減にやってたみたいな、ごまかしてたとか、っていうこと。ちゃんとやるっていう、うん、ですね。で、ホテル借りました。
で出るときに整えて礼をしてありがとうございましたまた来ますってこう礼をしてホテルから出るとかっていう本当に見てようが見ていまいが周波数だからっていうところですね。そうすると、うん、こんな人もきっといるんですよ、うん、ここで疑問持つ人、うんうんうん、私が代表して代弁すると、うん、いいっすね、いいっすね、うん、私が出してるものが私の身に起こってるとすれば、うん、昨今、うん、まあ、この 2,3 年は、うん、あの某ウイルスのニュースばっかり、うんうんうん、スマホ開けても出てくる、うんうん、ほんで、まあ、最近だったら、うん、あの外国の侵略や、うん、そういうようなニュースも飛び込んでくる、うん、え、私が嫌な周波数出してるからそういうのが来ちゃうの、うん、ってなる人が多分いる、うん、なるほどなるほど、これどう思います？そのね、某ウイルスに対しては、うん、そこで社会的に足止めを食らってしまうとかお店を遅くまで開けないとかっていう状況で、うん、じゃあそこで、あ、やっぱりダメだとか、国の助成金で、まあいいや、自分はそのままで、助成金で生きながらえようって思うのか、その状況下でもこう自分を生かしていけますかっていうことに気づいていく、本来の自分の周波数で行きましょうよっていうふうにこう、ある意味試されていることを捉えて、自分が出したから、自分がその周波数出してるから、この、そういうね、ウイルスの影響を受けちゃってるんだ、ではなく、そう捉えなくて、うん、で、その周りからの現象に対しても、とにかく自分がどうあるかっていう状況で捉えて、で自分を生かすっていう周波数であれば、振動数が高いので、その現象を超えた側で自分が生きていけるから、コロナだけど、こう、アイデアが浮かんで、オンライン上でやっていくとか、とにかくこう、いい状態で広がってくるし、うん、あと気づいてる人は、まあ、ある意味そのコロナ関係なく行動される人は行動されるので、そういう方々とつながっていくと本当にこうまたその人たちも自分自身を生かしてるから動きが早いですね。だから動きが停滞してしまうのではなく自分を生かす側に入ればですね。あと戦争のこともやっぱりニュース見ると本当にこう胸が痛いですし、なんでこのご時世でこの時代なのにまだそういうふうにやってるのかってこういたたまれないんですけど、やっぱりそれも周波数の結果で弱いものを強いものがバーってこう攻撃して言うこと聞けっていうので封鎖しちゃったりね、してる状況をその周波数見てったらパワハラ力ずくで言うこと聞かせるっていうことを自分がそれをやってないかな、だからそこにものすごく強烈に響くから、地球規模でパワハラをしてないかな自分が家庭の中で子供にいい加減にしなさい、ご飯あげないわよみたいな言い方をしたりとか、部長が部下になんでこれやってないんだよ前から言ってるだろうみたいな、この力で抑えるみたいなパワーのフォトンが集まってきたのが外国での紛争になってるだけなので、戦争、紛争の周波数、紛争の映像を見させてもらって、じゃあその周波数を自分が持ってないかなっていうのを気づいて、で、その周波数を私たちが洗って、カチンってなって怒鳴りたくなった瞬間に、あ、これは戦争だと。じゃあ戦争じゃない和平の状態に持っていくには、子供にどう言ったら本来の状態になるかな、部下にどう言ったら本来の状態になるかなっていうふうに、平和側で変えてあげると、紛争になる瞬間を平和にする周波数にできれば、それがあちらの国々に響いているので、そうするとどん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 和平が進んでいくので、私たちが地球をまさに今揺らしている、素粒子規模でこう揺らしているので、私たちが日常の生活でパワーで抑えそうになった時に、どう言えば平和になるかなっていうのを見させてもらってるから、本当にこう、ニュースを見て心を痛めれば痛めるほど、日常のやりとり、例えば介護のね、おじいちゃんおばあちゃんに対して、ついとなっちゃう、毎日毎日同じことやってるとかね、やってることにして、おばあちゃんにどない理想になった時に、あ、これ戦争だなと、パワーで抑えてるな。じゃあどう言ったら愛かなっていう、和平に変えていくっていうことがあちらの国々で見させてくれてることを、私たちが平和に変えられる。ですね。だから、
胸が痛くなる、やだな、チクチクするなと思ったら、自分の振動数を上げていくと、イコールそれが地球規模で周波数でつながってるから、地球の振動数が上がることになっていくんですね。なるほどなるほど。私は長年その見えないエネルギーを、その大ちゃん先生のように科学的な方じゃなく、そのどう扱うかっていう、まあだからスマホはどういう構造になってるかじゃなくて、スマホの便利な使い方みたいな、この扱いの方を、わかりやすい、そうそうそう、教えてきたじゃない。まあ、それでね、今の話に関して一つ、あの長年教えてる中で気づいたのはね、あのエネルギーってよりパワフルな方が、それに比べて弱い方に影響を与えてしまうんですよね。うん、そうね。まあそうなると、やっぱりその地球規模や国家規模で起こってることのエネルギーってすごい、そのネガティブであるポジティブである大きい。それに対して、一個人レベルのエネルギーってちっちゃいじゃない。そうすると、これって別にね、見えない世界のことを知らない人でも、あのパワーのでかい弱い目で言うと、それは力ある方が影響力もあるし、こんな私ごとき一人が何か努力したところでどうも別に変わらんのじゃないって思っちゃう人もいると思うんだけど、今その大谷先生の話聞きながら思ったのが、あのマザー・テレサさんの言葉です。あの生きておられる時に、あのどこかの講演会で誰かが質問したんですよね。世界から戦争をなくしたいです。そのために私たちは何ができますか、こんなちっぽけな影響力のない自分が、って。その時にマザー・テレサさんがまさに今大沢先生が言ってくれたような同じこと、まずあなたの家族、や周りの顔を合わせてる人たちとの間のそのいさかいを終わらせてください、まさにね、家族を大切にしてください。そうですよね、遠い国の戦争のことを嘆いて、ね、あの人たちのために何かできるかと思うなら、今すぐ家に帰って、そう、家族に愛のある言葉をかけてください、それが結果的に一番近道なんですよ、ね、いや、まさにそうですよね。で、私もね、やっぱね、あの例えば戦争とか以外でもね、あの東北の地震とか、まあ、ああいうの見ながら、結局その行いが悪かったりね、いい加減な人生生きてきた人が被災するんだったら納得だけど、すごく誠実だったり、あの人がっていうような人も関係なく無差別的に被害に遭う、そうですよね、その一方で助かる人もいる、ほんで、まあ、あの人が助かって、あの人が助からなかったのみたいな、逆だったらよかったのみたいな、こういうケースもあったりして、ここにまあ公平性がないからね、やっぱりこう憤りを感じたりとか、なんでなんだろう、この私が見えてない大きい宇宙の法則みたいなものが本当にあるなら、これ何の法則でこんなんなってんのとかね、散々考えたんですけど、まあ、そこに今現在答えがね、たどり着いてはいないんだけども、今のこの科学的なね、量子力学的なこと、で、まあ、それを量子力学じゃない言い方で言ったのがマザー・テレサさんだと思うんだけど、だとすればね、一番の落とし穴は、どうせこんなちっぽけな、なるほどね、平凡な取るに足らない私なんて、なね、っていうね、これがね、一番の罠かなって。そうかもね。そう、これをもしね、地球上の70億人の人が全員思ったら ね、何も解決しない。確かに。でも、パワー対パワーやったらね、じゃあ、70億人いるとしたら、その半分、35億人が、いや、私ごときが、じゃない。そう。そこを超えて、今日一日だけでも、普段ね、憎まれ口言ったり、存在な言葉かけてる家族に、ご飯作ってくれてありがとう。そうね。とかね。そうだよね。ゴミ出してくれてありがとうねって、声かけたり、まあ、ね、一緒の職場の人も別に仲良くはないけれども、いつもあなたのおかげで助かってます、お先に失礼しますとか、あったかい声かけをする、これもし35億人であったらね、一瞬で多分平和になっちゃいますよね。そうなんですよ、そっちのエネルギーの方が、その今戦争して争って、やってる人たちを凌駕する、そう、半分もいれば多すぎるぐらい、
うん、振動数が高いから、ありがとねとか大丈夫だよとかよくやってるじゃんっていうねぎらいは振動数が高いから、だからね。愛の方が強いですからね。そう。半分もいらない？そう。半分。何人ぐらいいたの？いや、それはね、フォトの粒々の数なので、何人っていうよりは、陽子さんがすごい愛を100粒なのか、ね、10の何十乗粒もフォトン飛ばすのか、なので、人数じゃないと思うんですね。あ、だったらなおさらあれですね。その、私一人ごときが、じゃないんだ。じゃないのよ。そう。うわ、この深さ。深さの問題で。あれじゃない？みんな、今さ、きっと見ながら、うおって思ってくれる。いや、本当にね、今本当にありがたいご縁いただいていて、天台宗の比叡山のね、堀沢祖門先生って、比叡山の大門庵っていう、世界安泰の泰に、門構えの門に、いおりで大門庵っていう、三井財閥が作られた、その大門庵ってお寺さんを守っている堀沢祖門先生っていう、92歳のおじい様がいらっしゃって、うん、その方も月刊父の去年2021年の7月号に出られて、はい、私が5月号に出させてもらって、うん、で、お互いを知ってるお坊さんが、祖門先生、祖門先生、面白い人いるで、おるで、なんていうので、私を紹介してくださって、うん、で、量子力学側から、まあ、お釈迦様の話をさせてもらって、私も、もう本当にこう、尊い祖門先生からお話をいただいて、で祖門先生が、コロナのこととか、世界の紛争のことにすごくこう胸を痛められて、で、僕一人が世界平和を祈っていて、世界は平和になるかと、村松さんどうだと聞いてきてくださって、私は、いやもう本当にもう祖母先生が、ご自身がもう祈りが深いお方で、その深さが奥様に響いて、鍋島和尚さんに響いて、私にも響いて、で、祖門先生のね、ご自身のいろんな方々、声ある方々にも、その祈りが深く響くし、そのスマホで世界中に、インターネットで繋がるみたいに、祖門先生の祈りは世界中に響いていて、そこの層のフォト、祈りの種、世界平和の祈りのフォトをどんどん増やされられてるから、祖門先生お一人が深く祈ってくだされば、私たちにもこう共振して、私も祖門先生が祈られてるから私も祈ろうというので深さが深まっていくから、本当にこう祖門先生お一人の祈りが世界をどんどん平和に持ってきますよって申し上げたら、祖門先生がそうかーと、残りの人生これに全部かけてもいいってこう92なんですけど、本当にこうそうおっしゃってくださって、で本当に一人じゃなくて一つの周波数をいかに揺らすか、そこのフォトンの層を増やすかっていうことが重要なので、で今日4月の8、お釈迦様の誕生日で、先ほどまで比叡山の根本中堂っていう大きなお堂で、祖門先生が、中心で、他の全国からの17人のお坊様がお祈りをあげられて、で、世界の安泰をこう祈られるのを、この1週間、1日3回で21回お祈りをされるんですね。そこにこう、入らさせていただいて、本当にこう波がスーッとこう、整う周波数。で、まあ、スタッフとも、まあ、冗談めいて、プーチンがここ来たら多分平和になりますねっていう、本当にこう、波が平らな状態で、命が知ってるんですよね。で、私たちも入って、昨日入らせてもらった時に、涙が止まんないんで、入るだけで、だだだだってこう、泣けてきて、で、うわ、なんだろう、もう無言でただただただ浸る、平和の響き、祈り深さの響きが、うん、あるので、それ、人々、お坊さんたちの祈りの周波数でできてるから、それが1200年前の最澄さんから始まり、日蓮さんとか道元さんとか、永斎さんとか、自覚大師円仁さんとかのお坊さんたちがずっと拝んできた周波数を、今もあの建物が響きを持ってるから、だから、この、そこの命の響きを、私たちの根幹側がさっきの宇宙霊気とか体内霊気の方の周波数がそもそも知ってるから、だから癒しが起こると思うんですよね、我々のうちにあるから。だからそこを私たちも日常にこう響かせていけば、地球がどんどん平和になるなってね感じますね。ああ、うん、なるほどね、うん、そういうスーッと尊い神々しい周波数ってあるよね。そうなると、うん、ちょっとここまでをね、うん、まとめるとね、うんうん、まず、うん、決め手になるポイント一つ目は、
志から何かをやるかどうか、ね。そうそうそう。ですね。うん。やっぱね、うん、ここね、本当にね、かなり注意して自分の中を見ていかないと、うん、言葉では志っぽいことを言って、うん、貢献できればとか、うん、ね、うん、それこそ世界がようになればって、言いながら、まあ、私も7年エネルギーの世界にいるんで、うん、出してるエネルギーは違う。うんうんうん、まあ、うん、わかりやすいので言うとね、うん、ネットワークビジネスとか、うん、保険の勧誘とか、うん、もちろん素敵な方も、うん、素晴らしい方もいますが、うん、そうじゃない人に当たったことが、うん、きっと見てくださってる人の中にいると思うんだ。うん、一緒に豊かになりましょう。そして幸せな人生になりましょう。あなたを幸せにしたいの。そして一緒に人生を楽しみたいのって言われてるのに、それ聞いててワクワクしない。ってことは、共振共鳴してないわけでしょ。なるほど。ということはね、うん、その人が言葉で言ってることはそういうことだけど、うんうん、この出てる周波数が違うんだよね。そうそうそう。それは多分、どっちかというと、おびき寄せの周波数ね。そうね。うんうんうん。そうね、でそれにやっぱり、うん、マニュアル的にこう言えばお客さんが入るっていうマニュアルで乗っ取ってるだけで、そうなんですよ、うん、だから貢献したいとか志があるとか、うん、夢を一緒にって言ってるのに、どっちかというと奪うというかね、うん、そう、奪うといったら言い過ぎかもしれないけれども、うん、まあ、まさに本当に、うん、塾の生徒さんが増えればと一緒で、うん、この人が一人私のグループに入ってくれれば、うん、この人が私のこの一番高い生命保険入ってくれればっていう、うん、この取ったろうの方のベクトルだと思うんですよね、うんうん、ここのね罠に引っかかってしまうと、うん、すごく頭では志目指したいと思ってても難しいと思うので、うん、ここちょっと勇気出し時だと思うんですよ、うん、誰にもバレないから、もしかして自分の中にそういう、うん、取りたいみたいな、得たい、もっと私のところにっていうのがあるかもなっていうのを、これでもちょっと強さがいると思います、うん、心の強さ、でもね、これを見ないとこのベクトルを反対の方に向けれないんですよ、ね。そうね。だからもう私は気づけた人はしめしめと思ってて、うん、これ気づけないままずっと結果が出ないのに、行動し続け、努力し続けるのってしんどいんで、うんね、早くそっちに行ってもらうためにも、ね、ちょっと一旦勇気出して、うん、思う通りにいかない人は、うん、言ってたように出してるものが、うん、その外側の状況になってる、うんうん、現象になっているんだよっていうところを、ちょっと、確認してみて欲しいかなっていうね。本当に誰にもバレませんから ね。人に言う必要もないしね、うんうんうん。で、落ち込む必要もないですよね、うん。こんな気持ちって私たちの中にもありますもんね。うんうんうん、で、たまに見つけて、うおってなった、うん、そうだね。そうだね。そうそうそう。テイクが自分の中にあるなって気づいたら、そしたら、でも、やっぱり生活しなきゃとかもっと欲しいかなって思って、じゃあそれ思っちゃダメなのと。言ったら、それの、まあ、消し方というか、成仏のさせ方というか、は、まあ、私、こんだけ枯れてたんだな、周りから承認が欲しかったんだな、経済が欲しかったんだなって気づいて、そうだよねってこう、自分をねぎらうことを響かせると、もっと欲しい、もっと欲しいっていうところを、自分が自分をねぎらうと、イコール自分を満たすことになるので。あ、そうですね。ね、まさに。そう、だから、うん、霊気の中では、それはエネルギーが足りないからだ。足りない状態の時にそんなのもちろん欲しいって、ね、食べ物でも同じですよね、飢えてたら欲しいってなりますから、これを責める必要はないんですよね、だって命を流れるために本能だからね。でもエネルギーって満たすことできるんですよ、スマホを充電するように。まあこれの技法が霊気です。でもこう満ちてくると、その大ちゃん先生が言う波動高い状態、こう周波数高く、っていうのは結果的になるんですよね。この状態から行動を起こしていくっていうのが、まあ、ポイント1ですね。志からやっていく、まさにね、そうですね。で、2つ目は、こんな自分ごときっていう、このちっぽけな自分っていう、謙遜の美徳、日本人は特に強いじゃない。そうね、こんな私ごときが、こうつまらぬものですがってお土産を渡す、このね、
これは私は割と好きな日本の文化、風習だけども、やっぱあの、これから本当に地球平和を望んだり、あのそういう世の中がいいなって思う人には、あえて言いたいね。勇気出して、この、こんな私ごときっていう謙遜の美徳を、そう横置いてほしい。そうなのよね。そうなのよ。で、本当にその、比叡山のお嬢さんのように、より、自分の振動数を高め、祈りがすごくこう、一人なのに100人分、1000人分っていうぐらいのフォトンを飛ばすレベルを、どうせだったらそっちを目指してほしいってことですよね。ねえ。いや、でもそれ本当私きっと学んだはずなのに、抜け落ちてました。そう、でも本当に感謝してます。でもそれ無意識層で入ってるでしょ。だからこう影響力大きくね、やれてるから。ね。そうね。なんかこの動画撮る前にね、ちょっと打ち合わせの時にね、あの、こんな自分ごときがって思うぐらい、たくさんのありがたい応援が来ちゃってて、で、こう運ばれるように、どんどんその、いい結果が出てきている我々なんですけど、ね、そう、おかげさまで。で、このコロナの時期ね、本当あの、学習塾も、多分経営難になったところもたくさんあったと思うんです。かもしれないよね。で、あの、開花のようなセミナーやってるところもね、そんな中で、さらに売り上げがこう3倍、4倍、受講生が集まってくる。応援がどんどん来る。で、うちもまあ、自画自賛になるんですけど、すごいことですよね。同じ感じなんですよ。歴協会の会員数が、そうなんです。そうなんですよ。気がつけば、うち世界で一番大きくなってて、コロナの前にね、ありがたいことですよね。日本で一番大きくなってるって気づいた時はあったんですけど、わあ。そう、このコロナの2年間で、わあ。気がついたら、わあ、でもね、それね、うちが大きくなったっていうよりも、もちろん、あの、受講者さんの数ね、あの、一部屋に入れる数制限してるにもかかわらず、増えてるんですけど、それ以上にね、あの、他の霊気のスクールや団体が、うまくいかなくなったところが結構あったんですよね、大手のところで。まあ、空中分解したり、まあ、あの、ちょっとね、活動が事実上もう停止して終わってしまったり、その結果なんですけどね。でもじゃあうちはなんで同じような流れに飲み込まれなかったんだろう、なんで大ちゃんところの塾はそんな中盛り上がったんだろうっていうね、この目に見えない応援、これって多分本当にその多分志、そうね、の、そう。決意の強さかもしれないですね。今、横さん言った、こんな自分なんてっていうちっぽけな自分もありつつ、押されました、運ばれました、ご縁いただきました。やっぱり私の中でも、いやいや、俺よりももっとすごい人いるから、みたいなものをやってると、せっかく周波数合ってるのに、脳みそレベルで、いや、俺なんてって封印してしまうと、本来のね、ゼロポイントフィールド側からの、この体を使ってこう生かしてこうってものが来てるのに、私の脳みそでこういやいやって抑えてるから、それを一年半前ぐらいにこれを諦めたのね。いやいや俺なんてって思うことを諦めた。あ、こんだけ運ばれさせていただいてる、ご縁いただいてるから、もっと自分自身を生かして、物理得意、で、人々のエネルギーを動かして、でより良い生活、より良い人生にしていくっていうことにはすごく長けている。他はできない。でも、この他のできないことは他に任せて、自分はそこで、とにかく特化してやっていこう。ありがたいご縁いただいた、もう出るしかない。お相手に関係なく、どんな方に対しても、自分の知ってる限りをとにかく出させていただく。だから国会議員さんに対しても、仏教界のトップの方の方に対しても、芸能界の方に対しても、プロのスポーツ選手に対しても、とにかく、いやいや俺なんてじゃなくて、とにかく生かして、その人たちの本来の振動数が出るように、考えてみれば、国会議員さんも、この、お坊様方も、プロのスポーツ選手の方々も、みんな人間なんだよね。人間なので、肩書き上はそうなんだけど、でもいろんな人生があり、こう、苦しいとか何かがあり、で、こう開いてきた、でそこを周波数ですよ、みんなそう粒子ですよ、ゼロポイントありますよ、まあ、宇宙霊気があって、体内霊気とそれを祭り合わせるっていう、ことになっていく。そこなんだよっていうことをお話しさせてもらうと、あ、こっち側の見えない世界なんとなくって、本当に科学だったんだって
入った方がよりこう自分自身を広げやすくなるから、うん、そうするとその方々がどん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 開いていくから、すごくこう、自分がいや俺なんてってことを諦めてやめて、自分をどんどんどん広げていくっていうかは、がうまくいくですね。いや、めっちゃわかるなぁ。うん。めっちゃわかる。あとは、天狗とか傲慢じゃない側、ね。うん、俺すげえんだみたいになっちゃうと、ヒューンってこう周波数が下がって人が離れていくから、そうじゃない、ありがたく自分を生かす、ありがたくこう運ばれる側だよね。いや、だからその辺さ、うん、うちらはキャラ的に、うんうん、その、あの、天狗になりにくいやん。どっちかっていうと、自分ごときがあるみたいな、そ、ね、その、もじもじくん発動系でね、あの他の人のがいいじゃないって、やっちゃいがち。うん、これのおかげで、うん、あの、天狗の方に行かない。ああ、そうだね。でさ、あれでしょ、一人の時って結構おとなしく静かにしてる？そう、内向的っていうかね、あんまりその、人が集まってるとこは苦手だし。あ、でも、まあ、大ちゃん先生、その1年半前、うん、その、諦めたって言ったら、決意した、覚悟したわけですよね。うん、あの、どうせ自分ごときが、を、やめるっていうか、ね。うん、そう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 ね。うん、私もね、うん、2年ぐらい前に、YouTube を始めるときに、その、同じ覚悟をしました、うんうん。あの、人生上一番苦手なこと。なるほど。前に出たくないし。なるほど。で、喋るのがもう本当に喋れないおとなしい子だったから、でかなり努力でこれ、うん、人と会話できる、うん。もうコミュ障とかいうレベルじゃない。本当に。そう、もう二十歳過ぎても、うん、おはようございますの後が喋れんみたいな。こう暑いね、寒いねも言えないぐらいだったんで、かなり努力したんですよ。でね、うん、やっぱ顔出して YouTube やるって決めた時に、うん、本当に志がなかったら無理です。なるほど、うん、でもそれでも伝えたいことがあって。さすがです、うん、これを出していきたい。陽子さんのね、その、まあ、子供の頃の大変な話とかね、結構聞かせてもらってて、そこがあるからこそ私自身を生かすっていうのがものすごいですもんね。あとはエネルギー的に人よりもね、ずっと敏感に感じられるからこそ、そのエネルギーを通してお人を幸せにね、本来の本質に戻すっていう、体を超えた大きなドーンってもらい受けてるものがあるから、余計押されて YouTube 出ちゃうんでしょうよね。そうですね、うん、多分だからそこの、その突き動かされるような熱意はすごく似てると思う、うんうん、なるほど。そうですね。で、こう、うん、ここからね、思い描いてる世界も割と似てるじゃない。うんうん、そうね。うん。うん、まず大ちゃんもやっぱほら、子供たちがね、うん、その成績アップで、うん、いい学校入るとかよりも、うん、やっぱその存在としての本質と輝かし、うん、でその人が、あの、この人生で良かったっていう風にね、自己肯定できるところをすごい大事にしてるじゃない。そうね。で、そこがしっかり軸ができてたらさ、ちょっとぐらい目先の受験失敗したとか、就活失敗したとか、思い通りにいかなかったとか、まあスポーツの試合で負けたとかさ、いろんなことあって、それはへこむし傷つくけど、まあ立ち直りやすいし、ましてやその、まあ自死であるとか、うつ病とか、こうドロップアウトしちゃうとか、家から怖くて出れなくなって引きこもるとか、まあこうなりにくいっていうようなところで、この、開花の教えや量子力学を教えてるでしょ。まさにそうですね。だから本当に陽子さんが目指してることと私が目指してることと同じで、で、なんか中学校とかあと施設にね、お話しに行くときに、うん、自殺しないようにとか、あの、学校行けるようにっていう内容じゃなく、みんなこんだけ本来ゼロポイント側で、エジソンもそちらからダウンロードして、宇宙からメッセージをもらい受けて発明としていたに過ぎないってこう、エジソンが言ってるこっちがみんなあるよーで、スポーツ選手もぶっ飛んだ人が、そちらのゾーンの状態知ってるよーっていうところを1時間話しすると、もう全然こう輝きとかつながりとか全然違ってきて、だから自殺しないようにの1時間なのか、みんなこんだけ素晴らしい可能性持ってるよって1時間なのかで、全然こう1時間後は違うからっていうのが、学校教育の中に入れば、学校の授業の中で国語算数理科なん、そういうね、志みたいな教育が入れば、みんなが
病気も自殺もね、いじめも虐待もなくなってくるし、俺はすげえんだとかなくなってきて、みんながこうつながりがあり生かしていけるから、今ねこの下村博文先生って元文科大臣で、今自民党の中央大学院大学の学長さんをされてる人なんですけど、下村博文先生が超党派っていう、日本維新の会とかいろんな党派を超えた党派の人たち、国会議員150人と、あと民間の教育有識者で、今毎月2回国会の衆議院議員会館とかでやってるところに私も参画させていただいて、で、こういう教育を学校の中に入ればより良くなるっていうのを今提言させてもらって、僕はね、本当にね、学校教育に入っていけば、本当に素晴らしい世界が広がっていくので、そこを今、どん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 揺らさせてもらっている。そこは来たーと思って飛び込んで、今提言を動かしている形なので、それがね、形になっていけば、数年後にはものすごくいい状態。江戸時代から明治に変わったのが、1年半ぐらいで考え方がガラッと変わったみたいに、教育が変わって、それが当たり前、つながり側がありますよ、周波数ですよ。で、響き合うから、周りの本来のエネルギーがあるところから自分を生かしていけば、素晴らしい人生を歩めるよっていうのを、学校、小学校、中学校、高校で習ってれば、うん、ね、今まで目に見えている自殺とか病気とかいじめとかが、いつの間にか消えてる世界になるから、っていうのをね、やっていきます。ね、おお。いや、もう本当に私も全く一緒ですね。ね、うん、やっぱエネルギーが足りないから、くれ、くれっていう、こうね、人から奪おうとする。そうだよね。だったらまあ自分で自分を満たし、うん、そう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 、自分のご機嫌を自分で整えることが簡単にできる人がたくさん増えたら、多分ね、ご機嫌な人って攻撃しようっていう衝動に駆られない。そうだね。むしゃくしゃしてるから、うん、そうだね。なったのかとか、ね、イラッときたりするわけなので、うん、まさになんかね、そこが減って、うん、で、なおかつ、その、今大ちゃん先生が言ったような、うん、自分の未来の可能性や、うん、最高の自分を開示していくんですよ、うん。何のために生きてるのか。そこですよね。そう、ここがね、うん、ブレずにはっきりガツッと腹まで落ちた人は、うんうん、で、自分を整えることができたら、うもうめっちゃ両輪回してたらすごいじゃないですか。ね、まさに。ねえ。これがね、うん、世界を変える一番の近道じゃないかなって私は思ってます。なんか、うん、一人一人で地味だけど、うん、地味なように見えて、うん、この目先の、今はっきり見えてる問題を、うん、ああだこうだ、うん、国連でなんちゃらとかサミットでってやるより、うん、きっと早い。そうそうそう、そうなのよ。そう、だからこうエネルギーね、こう2つに分けるのもどうかと思うけど、うん、まあその奪う方の奪い合いしてる、うん、喧嘩してるエネルギーと、うんうん、分かち合っていこうっていう思いやりのエネルギー、うん、こう愛の方が強いから、35億人にならなくても、こっちの方がシーソーバランス的に増したら、うん、多分状況はシーソーがカコンってなるみたいに変わる。来ますよね。来るよね。うん、ねえ、それを私たちは結構本気で信じているっていうね。そうそうそう、なるから。うん、なるから、ね。で、なるのを考えるだけでワクワクしますね。ね、ですよね。うん。だから、今を見たら、ちょっと辛い状況もあって、心痛くなったり、うん、ちょっと、イラッと来すぎてしまう時もあるのよ。うん、整える方法が分かっててよかったって思うけども、うん、昔だったら一晩腹が立って起きてたりしたかもしれない。うん、それこそ、ロシアのウクライナ侵攻の日なんかは、うん、あれをねこう自分をニュートラルに戻す方法が分かってる分、うん、そんな一晩起きて気分悪くっていうことはもう今はないですけど、うん、それでもやっぱり油断したらすぐ引っ張られて嘆いてしまう自分に行きがちだけど、うん、本当にその時に、うん、でもどうせ私なんてって思わずに、うん、フォトンを、うん、まさにね、たくさん出していきたい。そうですね。うん、ね、改めてそう思いました、うん。まさにね。こういう人が増えるといいね。本当に本当に本当に、ね。今日見てくれた人もきっと、うん、ぜひ響いてね。今日からやるぞってね。ね。うん、じゃあ大ちゃん先生、私これね、うん、じゃあより深く響かせてフォトン出せる人になる、うん、つまりまあ人格向上、霊格向上。うん、うんうん、ここのポイントはね。実を言うと、フ
ポジティブシンキングも大事だけれども、ネガティブな自分をしっかり見つけて、そうなの、そうなの。寄り添っていく。そうなのよ。うん。そうなのよ。ほんでね、うん、ちょっとよしよししてあげて、うん、落ち着かせてあげて、安心させてあげた後に、うん、何々のせいでって思ってる自分がいたら、何々のおかげで、そうね。っていうふうにね、そうね。多分、うん、これをやっていくと、うん、まあ、いわゆるその、次元の高い状態。そうね。になるんかな、うん。そうね、まさにね。なんか、まあ、ネガティブ周波数、どうせ私なんてとかね、あの人ずるいとかって、マイナスがあって、で、ニュートラルがあって、すごい嬉しいとか、ありがたいね、幸せだなと思って、ポジティブシンキングってこのゼロからプラスだけかもしれないんだけど、うん、こちらのマイナスもしっかり見て、私これあるよね、でもこれがあるからこそ、よりこう自分を意識高く持っていこうとか、いろんな人に寄り添えるとかってなってあげれば、ここゼロから100までです、こっちゼロからマイナス100まであって、ゼロから100までの人間なのか、マイナス100から100までだと、振り幅がね、大きいので、そうすると、この、ここの幅で人を理解できるから、それがまあ人格、その人の器の大きさになってくるから、だから自分の過去を嫌なことを封印見なかったじゃなくて、ちゃんと、あ、これあるよね、で、ムカつくことあるよねっていうのもちゃんと拾ってあげながら、だからこそこう、普通がありがたいなみたいにこうなっていけば、本当にこう、深みが出てくるんですね。ですね。ですね。いやー。今日なんかヒントをお持ち帰りいただけたら嬉しいね。ねえ、だから願いが叶っていくっていうのが本当にこう、うん、全体とつながりながら自分を最高にこう生かしていく。で、うん、いやいや私なんていうところはあるけど、うん、それもありつつ、よしよし、諦めて、そう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 。二人三脚ですね。そうね。この私なんてって言ってるそのことね。そうね。うん。そうね。うん。うん。ですね。いやー。そんな形で。ぜひね、もうどうせだったらあれやね、この収録前の、うん、うん、打ち合わせの、うん、どうせ私なんてとか言ってるところも撮っとけば、うん、そうね楽屋の様子を ね, ね、うん、なんか知らんけど、まあ、そんなことあったよ ね, ね, ね、すごい人がいっぱい来るんよ、うん、みたいなね、そうそうそう、ね、いろいろいろんな話が来るんよ、うん、ありがたいけど、ね、もっとすごい人いるじゃんって俺じゃなくていいじゃんみたいな ね, ね、うん、こんな大ちゃんも見たい人はいっぱいいる、うん、でも、ね、まあそれを知ってもらうことで、うん、私は、うん、はぁ、あ、大ちゃん先生ってもう東大出てるし、うん、私とはもうそもそもの人間が違う、うん、みたいなね、生まれた時から違うんだ、特別な人だ、うん、才能もいっぱいあるって思ってる人もきっといっぱいいると思います、うん、けど、あれ案外似たとこあるねえ、もう人目気にしすぎてね、うん、外出れない状態もあったのでね、数年、10年前ぐらいね、そうだよ、そうだよ、花見に行けなかったんでしょ、ちょうど10年前のこの時期ですね。あ、10年前。2012年の春。ああ。そう。春夏がね。そっか。ねえ。じゃあ今年その10年後の春はどうでした、ね、まだね、地元群馬でまだ咲いてないので。でもね、そうそう、これから。これから。ねえ、だから、ママと二人でこう出かけるとかね。おー。行ってきます。これ以上喋ってもらうと、ね、ママののろけが悲しい、奥様ののろけが一晩続いてしまいますから、ね、はい、ここで終わりましょう、そういうことですね、いや、ね、今日の動画がね役立ったなっていう人はぜひ ね, そうですね、シェアやいいねでも励みになりますよね、あとチャンネル登録、そう、ありがとうございます、あと私の概要欄のところに陽子さんのねこのチャンネルを付けさせてもらうので、本当にこう霊気って何っていうところから、世界最大の会員数って何みたいなね、いう方もそうですし、本来の自分を生かしていくとかね、このご病気の状態を良くしていきたいとか、本当にこう量子力学のみならず霊気の側も学びたい方はぜひこちらの概要欄を見ていただければと思います、そこまで丁寧に言ってくださりありがとう、ね、またこんな私ごときが出てるけど出てるけど、そこはちょっとよく置いて本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます、じゃあ今日はこれで終わります、はい、はい、でありがとうございました、はい、はい、さよなら、さよなら。